うち来るのいつぶりだっけちょっと間空いた気がする。仕事どうまた頑張りすぎ帰り遅いでしょうそりゃ心配するって。大事な彼女だし。ああ、そうなんだ。じゃあ引きすぎとかだから残業してんだ。いつまで お <laughs> いやしたよ足音なんか近づいてくんのやめてよあお湯ついてる時じゃなくてよかったえそれで残業いつまで続きそうなのそっかまあ、ほどほどに息抜きしてもらって応援してる お茶入れだからあっち行こうその残業代で欲しいもの買えそうおちっ <laughs> <laughs> 何買うの来月出る新作あ好きなシリーズって言ってた乙女芸だそれはそれは経済回してるじゃん <laughs> あの遅くなってごめん僕だけどえそんなに怒ってる時間指定の荷物を遅れてて受け取るからちょっと遅れるって携帯に連絡入れたんだけどいやほんとごめん許して いやそれ以外の誰でもなくないああコンタクトにしてみたんだけどやっぱり無理してるかなあ,あ兄貴経由で教えてもらったああ兄貴の友達が勤めてるとこだって言ってたそこのなんとかっていうブランドらしいんだ名前覚えてないけど 今日は特別だしちょっと気合い入れてみたどうかな前にメガネ外したとこ褒めてくれたしありがとうでもかっこいいと思うけどってもしかしてこれ失敗気合い入れすぎて空回りしてるあそっか。 よかった。かっこつけて寒いとこ思われたらきついなって思ってたから。え、なんでえー、そこら辺にいる感じでしょ。う。マイナスが小綺麗になって、普通かちょっとプラスになったくらいで。というか、彼女が喜んでくれたらそれでいいから。周りのことはいいよ。